はい、こんにちは、トールです。最果てのパラディン2期の第5話を視聴しました。いよいよ戦いが始まりますね。今回もアニメ視聴者視点で感想考察注目点を共有してみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。今回も面白かったですね。まあ、まずはね、振り返りからの全体感想を言ってみたいと思います。はい、第5話は現実の使い。まあ前回の最後でね、不死神スタグネートのね言葉から始まっていまして、不死神の啓示から始まって、ビーストウッズを脅かす邪竜の影響、そしてですね、とうとう竜討伐とそのメンバーが決定する回になってました。まあ前振りはこれで終わりですよっていう区切りの回だったと思うんですけど ね、それでもねめちゃくちゃ良かったんですよね。まずね、何より良かったのが、その今回ビルの背中を押したのがビルから学びを得ていたルーだったっていうところでしょう。はい、前回の勇気とは何ぞやという話のね、つながりで見ていくとなかなかに感慨深いものがあると思います。はい、まあ言ったらですね、竜の脅威が迫っている中、ドワーフたちがね、そう、竜討伐が行われるだろうと思ってですね、そこに同行しようとね、押し寄せるところからですね、これをまあルーが止めるっていうところです。ドワーフたちの気持ちはすごくわかるんですよ。そう、まあ死にに来たとね、ずっと言っていた通りですね、そう、逃げてしまった、200年前の戦いの時に自分たちは逃げてしまった、で生き延びることを使命にですね、あの黒金の国をね再び再興するためには生き延びねばいかんと言われてですね、生き延びてきたんだけど、もうこの生き延びるためだけの戦いには疲れたと、誇りを失って生き続けることがもう辛いと、だから戦って死にたいんだって、竜討伐をするんだったらそこに同行させてほしいというところでね、やってくるんですけど、これをねルーがね綺麗にこう否定するわけですよ。今のお前たちはですね、そう、死ぬことばかりで勝つことが見えてないし考えてないっていうね、そう、戦士が命を捨てて戦うときは勝つために戦うんだと、言っていました。でこれをね確信して言えるのがですね、ルーが今回スタグネートからね、かつての王は英雄であったことを聞いたからこそだとは、思うんですけど、勝つつもりがないものを生かせることはできないと言って否定するわけですよ。これがね綺麗にその前回ね、言ったらビルが言っていた、勝てると分かっている相手に向かうことは勇気と言えるんだろうかっていうところのね、そのうまい具合の対になってるわけですよ。そう、勝つつもりがない戦いに向かう仲間を止めるルーっていう部分ですね。なんていうか、そのルー自体もね、ビル自体も勇気のなんとかっていうのは本質的には分かっているわけで、だからまあ前回の問いに対してですね、なんていうかこうシナリオ的にこれが勇気ですとか、勇気とはこういうことですみたいなね、そういう言語的な説明の仕方をせずにですね、そう、綺麗に対となるものを、そして対となる行動をまあルーが止める形でね、書いてくるっていうのはね、こういう書き方はね自分はね最高だなと思いました。前回の振りからのね回収にはなっていたと思います。まあ、後日改めて言語化するかもしれないんですけどね、一つの答えを出していたのかなというふうには思いました。そうですね、そんなわけで、まあ、ドワーフの思いを背負って誇りを取り戻す戦いに向かうということ、そう、勝算はないけど勝つための戦いに出向くわけですよ。そう、いやーね、ちょっとね男臭い最高のメンバーがね5人集まりましたので、よかったと思います。はい、ちょっとね個人的にもやっぱりしっくりきた上にワクワクが止まらないっていうところでね、分かっていた流れではあるんですけどね、やはりここまでこう心が燃え上がるっていうのね、まあこの作品ならではというかですね、しっかり描いてくれたからだというふうには思います。そう、分かっていた流れなんだけどワクワクが止まらない感じね、よかったと思います。では注目ポイントをね気ままに話していきたいと思います。まあまずはですね、久しぶりに登場したスタグネイトでしょうか。一期の5話に打たれてからって考えると、まあ本当にねワンクールぶりと言いますか、はい、綺麗な回収ではありますが、ともあれスタグネイトのエコーではなくですね、今回は言葉を伝えるねヘラルドが降臨していました。エコーはね一期にやられてからしばらくはね出せないってことだったので、ね、これは納得感がありますよね。ただまあ言ったら一期のね、最初にまあスタグネートのエコーを倒しているわけで、これがまあ単純に復活してですね立ち向かうっていう形だと、ある意味芸がないわけですよ。
そこをじゃあどう入ったかっていうとね、これね、スタグネートの謝罪から入るっていうね、もうここがすでに面白いですよね。はい。そうそう、スタグネートさんのエコーって、その一期の最後の方はね、結構なんていうかね、個人的な恨み事なんかも言いながら消えていったわけで、この点の見苦しさをね、改めて謝罪から入るっていうのはね、やっぱちょっとね、神様としてのね、重みが感じられますよね。しかもですね、今回はビルにとってリニアル形で恩を売りに来るの、再び立ちはだかるんじゃなくて、英雄っていうものは神にとってもね、必要な存在だからこそですね、そう、今回は綺麗にいい形で恩を、売りに来る形になっていました。あなたが、まあ、これからね、立ち向かうかもしれないね、立ち向かうかもしれない邪竜に関してはですね、やめておきなさいと、今戦ってもおそらく勝てないぞという啓示を与えに来ました。はい。このあたりがね、なんかね、重みがね違いますよね。再び立ちはだかるわけじゃなくてですね、そう、正しく恩を売りに来るっていう、そう、嘘とかはつかないわけですよ。なぜなら、この不死神スタグネートは自分の信念にのっとって行動していて、そこはブレてないからこそってことですね。一方ですね、じゃあこの不死神スタグネートが説明したね、邪竜バラキアかはどうなのかっていうと、これはまた別なんですよ。信念ではなく勝利と略奪のために戦うね、存在、傭兵的なね扱いと言っていたので、こいつ自身はね、裏切ったりやとか嘘をつく、可能性もバリバリありますので、ある意味ね、そのサイパラの世界においては倒すべき敵としてはね、明快にね、悪というか倒すべきだと、認識できるので、このあたりはね、いいですね。あの2期はつまりこいつを倒せばいいんだというところが、明快だったと思います。さらにですね、今回ルーがね、同行していたからこそですね、かつての戦いのことをですね、語ってくれました。いや、この役割さ、まあ、本来はそのこのサイパラのレギュラー陣で言うなら B の役割なんだけど、それをね、スタグネートが恩を売るために語ってくれるっていうところもね、いいよね。このね、恩の売り方はね、実は多分ウィルにとっては結構その有効な気が、します。はい。かつての戦い、そしてですね、最後の王であったアウルバングルは、英雄だったことを語ってくれました。なんと邪竜の片目をね、潰したと言ってました。この話の、まあ、全てが僕が理解できたわけじゃないんですけど、名剣コールドゥって言っていたのは、まあ、この多分かつての王が持っていた剣なのかなと、思うとですね、もしかしたらこのね、鉄サビ山脈のどこかにこの剣が残されている可能性もあるのかもしれませんね。はい。このあたりはちょっと自分は気になる部分でした。とはいえね、なんかその啓示与えた後もですね、しばらくウィル君の動向見守ってくれてる感じとかもね、含めてですね、あ、この人は本当に心から自分の信念で、人じゃないけど神やけど、動いていてですね、で、まあ言ったらこう後々もちょっとね、その気にかけてくれてる感じがね、いや、絶妙に嫌でいいですね。これはちょっとグレースフィールさんも心配になるわなと、思います。まあ、グレースフィールさんはね、まっとうにウィル君の、まあ、安否をね、今心配してくれているんですけど、なかなかにね、いろんな神に、目をかけられ、目をつけられっていうところでね、この作品ならではのね、神様の描き方っていうところね、見事だなと思いました。邪竜の影響についてもね、ちょっと触れておきましょう。はい。まあ、かつてね、片目を怪我した邪竜バラキアカが、まあ、目覚めようとしていると。で、ビーストウッズ全体に邪竜の方向、ドラゴンロアですかね、この影響が及んでいてですね、まあ、魔物たちが強行状態、暴走状態に、陥っているというところで、ね、まあ、この辺一帯の、まあ、治安がかなり悪くなっていってると、危険な状態だということでですね、まあ、冒険者たちがすごくね、まあ、奮闘している様子が書かれていましたが、とにかくこのビーストウッズが不安定な状態をなんとかしなきゃいけないというね、そういう前提です。まあ、邪竜自体がですね、今何を考えてるかはわからないんですけど、後ろにまあデーモンがいるんだとするとね、今はデーモン側に、まだデーモン側についてるね、そういうポジションだと思われます。あと、まあ、エピソードとしてちゃんとね、フォレストジャイアントの暴走というエピソードをかませてくれたのも良かったですね。はい。普段は温厚なね、まあ種族なんだけど、今回まあ方向を受けたことによって暴走してしまったと。まあ、このバトルもね、本当に筋肉で物事を解決していたの良かったですね。巨人を投げ飛ばしてですね、でその後ですね、はい、正気に戻しました、魔法でね。
いやちょっとワイバーン締め殺すしね、フォレストジャイアント巨人を投げ飛ばすしね、いやこれは物語の中で言い伝えの中でどんどん屈強な男になっていくのはねちょっとしょうがない、部分がありますね。で今回ね特に僕ね話したいのがね見送りのシーンなのよ。ここねそのアンナさんがねレイストフをね見送ってるシーンから、まあその B たちがやってくるまでの下り好きすぎてね 5,6 回見たんですけど、アンナさんの態度はめっちゃ真っ当なのよね、レイストフのことを気がかりになってるからね、行かれるんですねって、そう戦士だからね、そう名誉のために赴くからね、だからどうかご無事でって無事を祈ってるわけよ。基地に向かう戦士に対してのね、アンナさんのスタンスっていうのは本当に真っ当でありますし、ね、そしてまあちゃんとヒロインしてるわけですよ、レイストフに対してね、はい、でね一方じゃあウィルはどうなのかっていうとね、これめっちゃ明るいのよね、そこにも意味があるんですね。まず、まあ、B が駆けつけてくれてですね、そう、あ、竜殺しに向かうのねって、新たな竜殺しのサーガを作れるなんてねトルバドルの夢よって言ってですね、テンションめちゃくちゃ高いわけですよ、でもまあさらっとですね、でも悲しい結末は嫌よってね、最近受けないのよって言っていて、もうこれ世界がめちゃくちゃ過酷であることを示してはいるんですけど、 B に言える発言としてはここまでがね、全力なわけですよ。でそこに、まあ、追いつくトニオさんなわけで、必要なもの用意しておきましたよって、あなた先んじて動きましたねみたいなやり取りをしてるんですけど、そうなのよね。ここで分かることがですね、そのビーストーズの治安が最高にヤバくなってる状態のタイミングでこのトニオさん先んじてホワイトセールズに仕入れに向かってるのよ。で必要な物資を仕入れた状態のタイミングで B と合流して、話を聞いた B がですね再びね、ここまで来る道中ついてきたってことで、この人たちねそのここに来るまでの道ですでに命がけでここまで来ているわけですよ。で、なぜここまで駆けつけたのかっていうと、それは、もちろんね、商人として全力でビルをサポートするためだし、また旅立つ彼らを見届けて語り継ぐためにここに来ているわけですよ、やるべきことをちゃんと分かっていて、自分たちのやるべきことをちゃんとやってるからこそのね、この明るさ、もちろん思いっきり心配はしてるんだけどね、それはそれとして置いといてですね、こう戦士ではないんだけど、彼らは間違いなくね仲間だし友達だしっていうね、ところねちょっとね最高でしたね。なんかウィルのことをね見送る2人、素晴らしかったと思います。まあトニオさんにですねウィルがねお願いしていたものは何だろうかっていうところもね、気になる部分ではありますが、ちょっとねなんか旅立ち見送りの描写が本当に綺麗にアンナさんともね、対になっていてですね最高だったかなというふうに思います。あとまあちょっとしたことではあるんですけど、毎回ね本当にねちょっとだけ差し込まれる新伝帳の下り最高にいいですよね、今回もですね状況を判断した上でですね気遣いが見られる文章ですよ、はい、逃げることは恥ではないというね、この言葉をウィルに、伝えていると。そうね、ウィルはあ僕が行くと思ったからこの言葉を付け加えたんだなっていうところね、受け止めていました。このね逃げることは恥でないっていう下りって、これってその自分たちはプライドを捨てて逃げたんだと、ずっと生き恥を晒しながら伸びてきたんだね、だから死にに行きたいんだって言っていたドワーフのねセリフたちとも対になっていてですね、このあたりねなんかね毎回神殿長がねその足りてないピースをきれいに埋めてくるというか、まあそのまあ言い方変なんですけど、ヒロイン成分みたいなものがあるんだとすると、ビンとグレースフィールとメネルとルーと神殿長でなんかヒロイン成分を5等分にしてね、ウィルの周りに配置してる感じがあってね、個人的にちょっとね面白いなと思いましたね、毎回神殿長がねしっかり抑えられてくるっていうね。ご視聴ありがとうございました。今回は5話について語ってみました。いや満足度が毎回めちゃくちゃ高いですね。皆さんのコメントもお待ちしております。このチャンネルでは好きな作品をより楽しむために、そしてできたら作品自体の評価をね高められたらと動画投稿やライブ活動を行っています。登録はねお任せしますが、もし他の作品でも気になっているものありましたらご一緒させていただければ幸いです。それではまた機会ありましたらよろしくお願いします。遠山徹でした。